時は戦国末期、日の本すべてを焼いた戦火は未だに勢い衰えず、山深い芦名の国にも燃え広がっていた。野良犬が心すらなくしたか。ああ、共に来るか、飢えた狼。そして戦場で拾われた狼は修行の末、熟達の忍びとなった。忍びの掟は忘れまいな。親の次に大事なもの、お前の心に刻むがよい。あれが今日からお前のあるこ、命を賭して守る。たとえ奪われるとも必ず取り戻すのだ。よいな、狼よ。一心の国取りから24年、芦名の国は斜陽にあり、狼の忍びはすべてを失っていた。育ての義父も、守るべき主も。忍びよ、目覚めてください。あなたの主のために。
どそこにおるあの忍び、特に加勢などしておりませんが、構わぬのでしょうか。大事ない。刀もなく気力すらない。奴はもうただのふぬけよ。よく来てくれた。久しいな、狼よ。お迎えに参上いたしました、我が主。うむ。表を上げよ。サビマル、そなたの刀だ。我が忍びよ、主従の約定に従い、命を賭し我に仕えよ。狼よ、傷を負っておるようだな。そうだ、そなたにこれを託そう。薬水の瓢箪だ。これで傷を…さて、そなたの体、その後大事はないか。その後とは？あの世のこと、覚えておらぬのか。はい。いや、司祭は後にしよう。今は、このアシナの城を脱さねばならぬ。御意。堀沿いに進んだ橋の下に、城外への抜け穴がある。一心様より、そう聞いたことがある。まずは、その橋下の抜け穴を見つけてきてほしい。見つけたら、そうだな。
葦の羽笛で合図をくれるか。ほら昔聞かせてくれたであろう。こうピーッとな。その音を頼りにそなたのもとへ行こう。堀に沿って進んだこの葦なの。見つけたら葦の。堀に沿って進んだ橋の下に城外への抜け穴がある。この葦の城を脱するため、橋下の抜け穴を見つけたら葦。
この橋の下、堀のどん詰まりに抜け穴があるじゃろ。あそこも見張りせよとの仰せじゃと。なんとも限界なことじゃ。戦が近いのかもしれんの。狼をよく見つけてくれた。さあ参ろう。御意。血の定めから逃れることしかできぬとはな。この城を出て、いずこい、まずはアシナの国、あるいはそなたは御意の御意か。はいや、さあ久しいな、巫女よ。叔父上の墓前以来か。源一郎殿、私は任せよ。邪魔立てするか、巫女の忍びを。
忍びとてこの程度か。巫女はもらっていくぞ。目覚めたようじゃな。どうやらまだ死の定めではないと見える。その目、さしずめ言えぬ。それがし、わしは仏を掘らなきゃ。お前さんは何故を。ただ屍かどうかも野良犬に食わす。どれほど掘る。そうじゃが、主の主はまだ生きておるぞ。アシナの城で、だがすぐにお前さんを見れば、この左腕、そいつは忍び義手、石腕の狼には仏を掘るには無用でな。お前さんにくれてやる。忍び義、そいつはただ失った忍具を見つけ。忍具だと。忍具を持ってきたらそうすりゃ、しゃべり行きな。巫女様の血が利用され、わしも詳しい。竜院、そう呼ばれる主の主。それゆえ付け狙われる。お前さんの体が妙なこと、お前さんもそこの荒れ寺に、寺を出て右手の広場に、妙なことに気が合うか。その優しい顔のほ、まことの武士が、人が、己の怒り、そうい。そこもと、だが
忍びの技、そこぜひ立ち会って死なぬわな。そこもとの立ち筋見事なもそれがしよう。お主は死なず、あるいは虫付きと呼ぶも死ねぬので、そこもとはこのような随分と。そこもとそれがしを使い、お主の死ねぬ体ゆえ、行くたびどうじゃ。承知した。よし、刀を振ら。しからば参る。参る。参る。そこもととの修練だが、それがしもそこもとの修どうした。なぜ半分はもう半分そこもとの御家さでは承知。どうした。
そこもとよ。この社には俺。だからか、そこの賽銭箱にも。また来る、そこもとの技。まことに息を吹き返したのですね、竜韻の力。この目でしかと見ることになるとは。何者だ。エマと言います。去るお方に仕えるクス氏です。去るお方とは。すみませぬが、主のただそうを信用しろとはいいですが、あなたが持っていそれはもともと私が作り上げたものです。クス氏として。この瓢箪。はい、元は九郎様の。あなたが譲り、気づいているかも。この瓢箪の役尽きたとて、クス氏としての瓢箪の種だと。はい、薬水は新たな種を加えれば、手に入れたら。分かった。一つ。なんだ。少し。何。うん、白いあざ。いや、ならば竜医、あるいは、うん、もう良いか。ああ、無礼をしました。白いならば、あるいは、うん、では。お前さんか。わしは仏。お前さん。ああ、そこにそいつ。